式マスコットのネバシーだよ。おい、何を解く。勝手に公式マスコット名乗っちゃダメだって、偉い人に怒られちゃうよ。リミさん、前から言いたかったんだけどさ。え、はい。僕119歳なんだよね。君何歳だい。高校3年生です。僕年上なんだけど、敬語は使ってます。あ、すごい。え、でもさっき使われてなかったじゃん。何しに来たの。お、今日はね、君に行かなければいけないことがあるんだ。何。心ちゃんへのホワイトデーの贈り物は考えているのか。ああ、そんなことか。そんなこととはなんだ。もちろん用意してるんだろ。いや、してないけど。そんなことだからダメなんだよ、男として。いやいや、だって姉ちゃんだし。姉ちゃんだとしても親しき中にも礼儀ありって言うではないか。今日は一緒に心ちゃんへのホワイトデーギフトを考えよう。え、今日そんな緩いの。緩くない、大事なことである。何がいいんだろう。飴とかは。飴はいらないよ。なんで。あんまり好きじゃない。え、それはネバッシーが。いや、違う、心ちゃんが好きじゃない。本当に。本当に。グミとかは。グミ。グミ。え、いくつですか。ホワイトデーに義務義務じゃないグミとかあげるんですか、あなたは。いや、だって姉ちゃんだし。いや、姉ちゃんだしじゃねえでしょ。一人の女の子として考えてあげてください。え、グミ嫌いなの。好き。ネバッシーが。ネバッシー好きだけどだけどグミはダメ。グミダメ。うん。てか、グミとかさ、飴、うん、とかどこで買うの。コンビニ。ダメでしょ。なんでよ。いや、ダメでしょ。え、コンビニのお菓子美味しいんだよ、知らないの。知らない、知らない。僕ネバッシー。え、じゃあ買ってきてあげるよ。え、本当に。いや、そういうことじゃないんだ。ホワイトデーのギフトだから、もっとこう特別感のね、あるやつがいいんだよね。特別感。いや、僕はね、頭からね、イチゴを生み出せるんでね、バババババって出して心ちゃんにあげようと思うんだけど。うん。ああ、そうだ。なんだよ急に。有名な酒蔵の日本酒は。え、お酒っていうか、それ最初から欲しかったってこと。いや、違うよ。いや、まあ、そう、ね、心ちゃんがね、福井の日本酒が飲みたいってこの間言ってたなって今思い出したんですよ。しらじらしい。いや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 、まあ、あのプラスロードバイクつけてもいいよって言ってたよ。なんでプラスなんだよ。しかもちょっと高いし。高くない。高いか。高いな。っていうか、そもそも高校生だから買えないの。買えるよ。お父さんに言えばいいじゃん。お父さんにこれ買ってきてって言って、それ買ってきてもらったら、ありがとうって言ってもらって、で、あ、お姉ちゃんこれ俺からだからって言って渡せばいい。それでいいの。はい。まあ、それでいいなら。じゃあお父さんに頼んでみる。お、では決定でいいですか。酒蔵の日本酒いいですか。日本酒だけでいい。ロードバイクはちょっと。まあ、そこはあの、心ちゃん優しい人だから喜んでくれます。あれ、フォト、こんなところで何してるの。あ、見てくれてるみんな、ネバー。なんかしらじらしいな。まあ、今ネバッシーとホワイトデーの話してたの。ホワイトデー。そう、姉ちゃんへのお返しどうしようかって。あ、そんなそんな、もうそんなそんな、いいよお返し。あ、そう、じゃあなしで。あ、でも楽しみにしてるね、本当に。お酒欲しいなら素直になればいいのに。さあ、というわけで今回はホワイトデー企画でしたが、実は姉ちゃんに渡したいものがあります。今日は感謝の手紙を持ってきたので、この場で読ませてください。え、ちょっと待って、ちょっと待って。え、あれ。それでは読ませていただきます。姉ちゃんへ。まずはいつもありがとう。二人で YouTube に出るようになって毎日がとても楽しいです。姉ちゃんはマイペースでプライドが高くて、ちょっと考え込みがちなところもあるけれど、とても努力家で負けず嫌いで研究熱心な自慢の姉ちゃんです。仕事と YouTube で忙しいとは思うけど、自分の体を一番大事にしてください。生意気な弟ですが、いつも面倒を見てくれてありがとう。これからも一緒に頑張っていこうね。ネバセイオト。え、嘘でしょ。え、実はネバッシーに言われる前からちゃんと用意してました。ちょっと待って、そんな、え、嬉しい、ありがとう。え、めっちゃ感動した。え、もういいよ、お酒本当。え、ありがとう。え、いい弟を持ちました。私本当にこれからも一緒に頑張ろうね。うん、喜んでくれてよかった。ありがとう。はい、
というわけで音からのホワイトデードッキリでした。またねー。大好き音。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。